さっき注文したダンゾーのお肉がもうすぐ届くそうです。あと4分でうちに着くっていうんで、もうすぐ近くまで来てるんで、下に取りに行きます。ちゃんと鍵を持ってね、染み出されちゃってね。ああ、袋持たないとダメや。袋持たないとダメやから、ちょっと。袋持ってるよ。多分ね、お肉が3つぐらい。来るんで。袋が必要でした。スランドフロア。あ、もうすぐ近くまで来た。多分電話来るで。電話が鳴ると思います。もう少ししたら電話が鳴ると思います。ダメよ。起きたかな？起きてるね。多分もう家に来てるね。電話が鳴らないって来てるね。だよって言って、なんかこんな画面が表示される。いた。ダンゾ。Yes, yes. Yes, 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 yes. Thank you, thank you. ダンゾが。門番に主営の、ちょうどダンゾー配達来てて、今主営の人が受け取ったところでした。からもらいました。一応インドプラスチックバッグ、ビニール袋ダメなんですけどね。ちゃんと袋に入れてきたんですね。中身は部屋についてからチェックしますよ。ここはね、立体駐車場なんです。
駐車場かと部屋に戻りますせ、インドの配達員あるあるなんですけどね、もうやたらめったら電話かけてくるんですよ。ウーバーも、ウーバーってあの配車アプリもそうだけどね、やたらめったら電話。配達員の場合はね、着いたらちゃんと住所も部屋番号も書いてるんだから、そこまで来てくれればいいのに、なんか着いたぞ。どのビルの、どの部屋だってわざわざ電話してくるんですよ。書いてある?注文したとき書いてあるんだから、それでいいじゃんって思うんですけどね。向こうはなんかよくわかんない言葉喋られちゃうんで、ごめんごめんと。でも大体いつも聞かれることはワンパターンなんで、あとはビルの名前を言って、部屋番号を言って、OK っていうことですかね。はい、部屋に入ります。部屋に戻ってきました。あ、また毛が入ってる。これ、わかるかな?毛が入ってるんですよ、ここに。これなんだろう?何肉かわからんけど。毛が入ってる肉です。あったな。でもあれやな、冷たい。割とまだ冷たい状況で運んできてくれた。なんか、たまにめ、もうすんげえぬるくなってる。これで 500g だから、なんだっけ、詰め合わせ?アソーティット?多分、豚肉つ、アソーティット。比較的安いやつ。これ、お、出た。チョップ?これがチョップ、どうやって食うんだろうね。あ、これも毛が入ってる。わかるかな。ちょっとね、お手入れが雑です、ね、あるあるですけど、ね、どうしようかな、今日。とまずアソーテッドが案外いいのかもしれない。そんなことないか、冷蔵庫で行きますよ。
以上ですか。そう、雑談ですけどね、僕日本に住んでる時は肉なんてめったにほぼ買いませんでしたよ。1年に1回買うか買わないか、買うとしても鶏胸肉30円とか40円とかで、何食ってたかっていうとあれですよね、納豆と豆腐でタンパク質取ってたんですよ。で、インドに両方、インドであんまりね、納豆と豆腐食べる機会ないからさ、納豆は売ってないし、豆腐はあるんだけど、日本の豆腐とちょっと違うし、値段もそんな安くないんでね、リーズナブルなタンパク源って、やっぱ肉なんですよね。あと豆。豆はインドで食べますけどね。そのうち紹介するかもしれないですね。まあ、そんな感じでございますので、インドに来て肉を食べるようになりました。という話です。以上、豚肉届いたよ。ということでした。